実は命名したのは私、何を命名なんだ、さゆりんごってねよく自分でも言ってますよね、うん、このニックネーム実は考案したのは、お姉さん、へえ、松村自身じゃないんだ。いや俺昔からだと思ってた。自分で考えたと思ってた。え、なんか周りからそう呼ばれてると思ってました私。いやそんなことないですよねお姉さん。あ、はい、はい、お姉ちゃん、どうも。松村のお姉ちゃん、あ、はい、どうもいつもお世話になっておりますバナナマンです。あのこのさゆりんごっていうのはお姉ちゃんがつけた。あ、はい、そうです。ああ今覚えてないみたいですけど。覚えてん。ヤマトマトの最初、はい、自己紹介を見て、はい、ああやってヤマトマトみたいに最後トマトでつながったりするのいいなみたいな、さゆりんやったさゆりんごやなみたいな話をした時に、はい、その時はみたいな、そう確かにりんごやったらつながるなみたいなぐらいの反応りんごやったらつながるなぐらいのと思ったら次の瞬間から使ってて、うん、雑誌とかでサイリンゴは昔から呼ばれてたみたいな。違うと。お母さんも昔からサイリンゴって呼んでたみたいなことを書いてた。え、でもほんまに、え、呼ばれてたの。呼ばれてたんですよ本当に。ああ、呼ばれてることもあったんだ昔から。いや、ないです。お姉ちゃんはないって。そんなわけないと。一回も聞いたことない。